24歳丸の内 OL さん、小山田圭吾さんがいろいろあって辞任しましたね、だって一連の流れどう思いましたか、だって。まあコメントしてるけど、ツイッターでもうすでにコメントしてるけど、まあなんかやってしまったことをね、子供の頃のことだけど、それをまあいじめ、まあちょっといじめとは言い難いレベルの、さらにレベルの高い、本当に、ああ、なんて、侮辱的行為を含んだ暴力行為とかも入っていたので、まあ、非常に行為が悪質だったっていうこと。で、さらにそれを、まあ本当にセカンドレイプ的に雑誌社に楽しげに喋るみたいなことが多分あったんでしょうから、まあそれをなんか、そんなことをしてた俺っていうのを世間に晒しちゃったっていうこと。うん、で、2回被害者の方を傷つけているにもかかわらず、まあ、悪いと思ってなかったわけでね、その時点では。うん、その時はもう子供じゃないから、あの責任ある状態でその話をしてる。まあ、昔はそういう意識が低かったっていう人もいるけども、それを自分で公表したからには、それを許さんという、許せないという人がいたら、まあ、今回のような断罪が起きてしかるべき状態だったんだろうなと思いますよね。うん、特にこういうオリンピックの何でしょうね、開会式の担当者になるみたいな名誉職に就くときに、うん、そういうのが噴出してしまうと、相手がさらに障害者の方だったとかっていうこともあったので、まあ、抵抗しにくい方にそういった行為をしてたってことを当然問題視されるだろうなと、まあ、仕方ない、やむなしと。うん、だけども、まあ、これ以上、かなりの社会的制裁を受けて、本当に社会的な信頼も失墜してると思うので、まあ、十分かどうかはね、被害者の方もいるからどうかと思いますけど、かなり社会的な、本当に、失墜をしてるので、これ以上、不当に、人格否定をしたりとか、今の活動を揶揄するような発言は、一切僕は したくないです。それから時も経ってそんなことをもうしなくなった彼で活動してたと思われますし、はい、今回のことで謝罪して、責任を取って辞任されて、大きな社会的ダメージも負って、再出発ができないみたいな形にはならないようにとは思いますけどね。まあ、世間の方の怒りもすごくよくわかります。勝ちたかったら登録しとけ。